困っちゃった。今日はホットウィールのメガサービスステーションで遊んでみましょう、ね、ホットウィールは海外のトミカみたいなものですね。こんな感じの車ですね。それを今回は自動で動かすコースですね。電動スロープでビーッと登って坂を下りながら洗車エリアで車をきれいにピカピカにします。そしてそのまま来てもいいんですが、ガソリンスタンドに立ち寄ることもできるコースですね。そしていろんなコースとこういったところやこういったところで合体できるようなんですが、他にコースを持っていないので、今回はこの団体で遊んでみましょう。ホットビール1台付きです。それでは早速開けてみましょう。イージーオープンって書いてあるから、ここから開けられるのかな。ちょっとしなくてもいい。いいみたい。お、開いた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 。おほほー、はい、これが付属のホットウィールですね。かっこいい。金色のホイールが何とも言えないですね。メイドインマレーシア。すごいですね。で、トミカみたいなサスペンションは入ってないですね。これを差し込みます。で、円柱を立てて、ここに単一電池2本いるようですね。お、動き出した。これはスイッチ。スイッチね。よし、じゃあこれをここをジョイントしますと。おお、はい、これにガソリン掃除機をくっつけて、ここの裏にレールをくっつけますと。おお、くっつけて、で、このレールをくっつけて、で、この風パーツ、ここにつけます。ガシャ、ここにガシャッと、ガシャッと、取り付けます。カチャン。これに取り付けて、この風パーツをここにつけます。そして、この洗車ローラーをここに取り付けます。これでここを通ると綺麗に洗車されますね。取り付けます。で、これの裏に棒をつけて支え、クッションをつけてここにつけます。ここもガチャッと、この風もここにつけます。これですね。これで完成ですね。あとはシールを貼ります。シールも貼れて完成しました。簡単に説明すると、ここを登ってきて洗車機を通ってくるっと回って、ここでコースが切り替えられます。で、まっすぐ行くとこのままもう一周、はい、こっちに行くとガレージがあったりガソリンスタンドがあります。ストップアンドゴーすることができますね。あ、その前に洗車機のところでもストップゴーできますね。ここをストップゴーで、こっち側のコースに行くと下から出てきます。はい、そんな感じですね。はい、それでは走らせてみましょう。はい、洗車機で止まってますね。で、コースを切り替えましょうか、ここ。はい、横から出てきましたね。全部横から出てきた。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、スタート。それではこのかっこいいフォード、これも開けてみましょう。かっこいい。ちょっと待って。いいよ。
つや消しブラックが超かっこいい。はい、これも8月見ましょう。これも超かっこいいですね。これはこのウィングとこの長さで、このウィングでまずここで引っかかって、長さでコーナーが曲がれないんで止まっちゃいますね。はい、せっかくなのでトミカも走らせてみましょう。トミカスタート。トミカ、トミカ座れる、トミカ、トミカ座れる、のりんごのみっこがらしい。止まっちゃったトミカ、トミカ座れる、トミカ、トミカ座れる。はい、やっぱりここのスロープは3台か4台ぐらいが限界ですね。それ以上になるとちょっと重くて上がらないようです。コース的にはこういうコンパクトで薄い車、これが一番走りやすいようですね。このホットウィールのコースはトミカでも楽しむことができますね。ただこうやって突起があったり、こうハイルーフのものはちょっと遊べないですね。はい、今日はホットウィールのメガサービスステーションで遊んでみました。それではバイバーイ。